はい、ってことでね、今日も続きやっていくんですけども、ちょっと若干声が危ないところでしたが、まあまあ出とるということでね、月見屋ストーリーズ気づかなくてもいいけれど、いやもう前回はもういい感じのところまで行ったんでね、はい、もう今日はワンチャンじゃないかと僕は期待します。今日に感情について、教わる主人公、感じたことが本に書き込まれていき、てんてんてんってことでやっていきましょう！よっしゃ、楽しみすぎる今日は。第5話、じゃあやっていきましょう。てか、こんなに期待しといて逆にいなかったらちょっとあれだけどな。ま、ちょっとな、キスぐらいはありそうなんだよな。あのピエロが言ってた通りだ。ということは、何か変化が起こったに違いない。そうなんだよ！本が最後輝いたんだよな。何か変わってるかも。見てみよう、セナ。これでなんか書かれてるのかな？うん。すーごい輝いてる。もう爆発しそうじゃん。二人とも本を開くと、そこにはこの部屋で起こったことと、一緒に俺が思い浮かべたものが書き込まれていた。あ、主人公だけのってこと？今日のとか書いてないのかな？これって、あのピエロがセナに言ったこと、覚えてる？なんて言っとったっけ？まあ、いっぱいにしろって言っとったよな。え？俺が空っぽってやつ？あ、言われてたん、そういえば。屋上で言われたのを思い出す。笑いながら空っぽのくせに、と言われた。そうだった。そう、最初がちょっと若干怪しくなってきた、俺。記憶が。俺はセナのことを空っぽだなんて思っていないよ。でも、この本はきっと、あ、だから、自分が空っぽで、え？ちょっとこれ、あった、思考停止しちゃった、今一瞬。今日の視界が下へと下がっていく。なんだ？口がもごもごと動き、言葉が、を出したくても出せない、といった感じだ。まあでも空っぽってことはやっぱ主人公とリンクして、なんだどうした？セナはさ、感情についてどう思ってる？え？なんかなんか告白来るかこれ。なんかちょっと顔赤くなってるけど、どうした今日？なんかちょっと変だぞ様子が。なんか前回な俺が攻めたからかな。感情についてどうでもよくわかる。まあ主人公はよくわからないでいいかな。よくわからないかな。まあ、どうでもいいというあれじゃないもんな。どっちかといえばよくわからないが正しい気がするわ。やっぱこれ、やっぱ前の、あの行動が響いてんのかな。あの指ペロペロした。美味しいもの食べた時とか、何か思ったりしないの？おー、まあ、それは美味しいとはさすがに思うでしょ、主人公。美味しいって思う。それが感情だ。主人公、それが感情だ。はは、そうだね。なんか急にごめんなさい、ふざけるのちょっと良くないな。質問変えるね。さっき俺が怪我した時どう思った？びっくりした。あとなんでかな、胸がギュッてなった。まあ、心配したってことだな、要は。でもな、ペロペロしたまあでもペロペロしたとは言えな、主人公は別にそういう思いがあったわけじゃないからな。それが感情だよ。セナは俺のこと心配してくれたんだよ。おー、わかりやすい。説明上手だね。心配？実感が湧かない。確かにあの時は今日のことばかり考えてしまっていた。まあそれが心配だろうな。それが心配だよ。けれど、怪我をさせてしまった相手のことが気になるのは当然のことで、それは決して特別なことで、いや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 、おめえあんな、今日じゃなかったら指ペロペロしてねえだろう。なあ、特別なんだって、ちょっと心の中ではね、まだ分かってないけど。やっぱりよく分からないよ。そうかもね。まだ。まだまだってことは、もしかしたらこの先あるかもしれないってこと？セナ、こっち来て。なんだ？なんか、なんだ？一瞬視線をなんとかられるだと思いきや、大きく両手を広げ、懐に入るように言ってくる。
少し恥ずかしいけれど、今付き合ってみようと思い、そこにすっぽり収まる。ハグってこと？それとも何？隣さ、どっちだこれ？ハグだったら、ちょっと、あれだぞ。珍しい！セダが構ってくれた！あ、てかそうそうだよ。主人公が結構変わりつつあんだよな。前回のあれからもそうだけど。で、こんなことしなかったもん。なんか最初の方なんか。え、やだよ。やだ。無理。ダメ。とか、そんな感じで断ることしかやってなかったかな。今日が入れて、ん？入れってやったんでしょ？いや、でもな、それでもやなかったかな。今までは。でも、クリームソーダは断ったじゃん。そうだよ。思い出した。そう、クリームソーダはな、飲み行こうって言ったのに断ったんだよ。あれは気分じゃなかっただけ。じゃあ、今は気分なの？確かにそういうことになるな。そう聞かれるとどうなのかわからない。でも、悪い気分はしない。そう、なのかも。かもって何さ。そんなに笑わなくてもいいのに。てかさ、今もだよ、この瞬間、セラは何やってんだろう。ちょっと怖いな。そう思いながら離れようとすると、今日が長い両手を、あー、読む前にあれしちゃった。なんて言うとった？まあいいや。今日どうしたの？苦しい。あ、抱きしめられたとか書いてあったかな。まあ、苦しいだとやめちゃうからどうしたので、ちょっと延長させよう。どうしたの？別に、ちょっとこうしたかっただけ。なんか、今日の今日、結構攻めるな。あ、ダジャレじゃないよ。俺なんか抱きしめても、何も出てこないよ。あ、抱きしめたんだ。あ、じゃあ、ギューしたってことだ。うわぁ！結構、進展してる。知ってる。じゃあ、なんで？好きだからだよ。もう今日言っちゃえよ、もう今日。今日言っちゃえよ、好きだって。なんでだろうね。もう喉のところまで出かかってんじゃん。好きだよっていう言葉が。はぐらかすような言い回しが引っかかる。けれど今日は満足げに笑っていて何も答えない。まあ、もう今日は嬉しいもんな、ハグできただけで。いや、これ今日キスはあると思うんだけどね。何が楽しいんだろう。まあそこはな、後々気づくとこだろうな。今日は時々謎だ。不思議に感じながらも、伝わってくる体温を受け入れる。少しだけ熱いように感じた。あ、ドキドキしてんじゃないの今日これ。今日、熱があるんじゃない？違う！絶対違う！熱じゃなくて、ただ単にこうドキドキしてんだよ。なあ、好きな人の横におるんだぞ。しかもギューして。え？そんなことないよ。でも、言いながら振り返って顔を合わせる。ちょっと熱いよ。まあでもこれ心配してるな。今まであんまなんか心の中で思うだけだったけど。セナ。ほらもう顔に出てんじゃん。今日が目を開いて叫ぶ。心なしか、ほぼはなかに赤い気がする。いや、これはもうね、言っちゃっていいと思うんだけどな、今日言っちゃえよ。やっぱり熱があるんじゃない？医務室行く？いや、医務室行ったらでさ、ちょっと別のパターンのそういうあれもあるかもしれないから、ちょっと行っても見たいところではある。行っても見たいところではある、医務室。まあ、さすがにそのな、前言ったふんふんのとこまで行かないか。いや、ほんとないから、大丈夫だから。そう？うん。だからさ、もう、おでこを離して。これはドキドキしちゃうね。わかった。でもな、セダもなんか、うすうす気づいてそうではあるけどね。さすがに、そこまで、なんかね、不器用じゃねえと思うんだけど。
不器用なのかもしれないな。本当に心臓に悪いってだ、今ずっとバクバクしてたんだもんな。小さく吐かれた言葉の意味が分からず、なんとなくなぜかを問いかけてみる。聞くなよあんまりただでさえちょっと頑張って攻めてんだからよ今日。ねえ今日心心臓に悪いの？慌ててるの？もうこれは攻めていいっすか俺。もう慌ててるのって言っちゃうわ、ここもう心臓悪いのって言いたいよ、ここは言っちゃうわ俺。なんでそんなに慌ててるの？さあこれ今日はなんて返してくるのか。あ、別になんだよみたいな感じで来るのかな。え、そんなにあわてて見えたもうとんでもなく慌ててんじゃん。うん、さあどういう風に言うのが。そうかな なんでかな動揺が隠しきれてない。ごまかすような口笛を吹いて、今日はそっぽを向く。もう口笛吹いたらもうそういうことよ、下手くそもうそんな口笛もうアニメでしか見たことねえよ。え、何が口笛？あ、嘘つくのが下手だけど、あ、口笛が、あ、そっち？あ、同じこと言っちゃった。そっち？ははー何か言いたそうで、でも言いたくなさそうな卑怯の態度を不思議に思いながらも、それ以上は何も言わないことにした。まあ、言ってもいいけど、言わないのか。今日のことだ。言いたくないなら、あ、言いたくなったら言うだろう。まあでも逆に言わない可能性もあるぞ。さっきから気になってたけど。強く抱きしめられる腕に触れ、問いかける。なんだ？これ、楽しい？難しい質問来た。なんか楽しいわけでもないけど、やっぱ嬉しいみたいな感じだもんな。自分から誘いに行って乗っておきながら言うのもおかしい話だけれど、男を抱きしめて楽しいのだろうが、楽しいかって問われるとちょっと困る。まあそうか、今日はあれだ、好きだけど。そうだよな、まあ、いやまあそうか、セナからするとまだそういう感情は湧いてないと思うんだ、好きっていう。じゃあなんでするの。いやこれは、まあ、好きだからっていうのはちょっとハード高いか。なんでだと思う？まあどこで好きかっていうあれだな。まあでもな、それで主人公はそれで納得してくれるだろうか。わからない。まあでも今日はな、キスという展開だけでも、いやもう好きっていうだけでもいいから、ちょっとそういうあれに言ってほしいな。だよね。じゃあこれ聞いてどう思う？なんだ。そう言って今日は俺の拳を自分の胸に当てる。ドックンドックンドク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 、ちょっと噛んじゃった。もう僕の心臓すごいドキドキしてるでしょ。なんでだと思う結構攻めたな今日。これで、え、なんでだろう、好きだからみたいに言わせる気か。このやっぱ、いや今日のちょっとさ、今日やっぱ攻めてるぞ、なんかいつもの今日より。え、あー来た、なんかすごい選択、すごい選択的だこれは行くしかねえだろう。びっくりしたからこれはなんかちょっといいあれなんじゃねえの。それもあるけど抱きしめてくる腕に力がこもる。今日の方を少し見ると照れくさそうにしていた。やばい、これ来るぞ。もう言っちゃっていいぞ。言っちゃえ、もう今日。もう今日失敗恐れるで言っちゃえよ。それ以外だとなんでかわからないよ。そうだよね。いやー、ちょっとなんか切ねえ。いやでもな、今日は
俺はあると思った、キスは。今日なんか変だよ。だ、確かにさっきからなんかちょっとミッキーのモノマネしてるかな、たまに。そんなことないよ。もう隠すのが下手。あるよ。まあでも今日はな、セナのことよくわかるあれにはな、セナもな、今日のことよくわかるかな。今日は罰の悪そうな顔をして深くため息をつく。セナはさ、他人のことでドキドキしたことはない。これはやっぱそういう、今日はやっぱそういうあれか、ちょっと告白というかチャンスを伺ってるな。ない、即答だね。だって他人は他人でしょ。いつもの俺に戻っちゃった。いい感じだったのに。そうなんだけど、なんていうか俺は違ってさ、そりゃ他人全員にあれこれ思ったりはしないし、他人、特定の人は決まってるよ、特にセナとか。でも特定の人のことを考えるとドキドキしたりするんだ。もう茹でよさ、そこのもう喉のところ、もう喉元気まで来てんだって今。どうして、なんでだろう、大切だからかな。お、なんか今日の今日だ。大切、そう、大切。まあ本当は好きってことなんだろうな。その人が笑ってたら嬉しいし、泣いてたら悲しいって思う。よくわからないけど、今日にとってはとても特別な気持ちなんだろう。特別なんだな。それを否定する気はないので、ただ話を聞く。すると今日がいきなり髪に頭を埋めてきた。どういう状況だ今。ちょっと今日なんだ、頭の匂い嗅いでるのか、もしかして。少しの間お願い。そうつぶやいた今日の脇の力がさらに増す。話したくない、そう言ってるかのようだった。まったく、少しだけだよ。おっと、ちょっと。あ、待って、妄想が出た。喜んでるんだ。ありがとう。いい匂い。いや、ちょっと待って、いいな。いいよ、それいいね。確かに頭いいよな、いい匂いするんだよな、そういうなんかね、好きな人っていうかさ。深く息を吐くと、強く抱きしめられているせいか、今日の、鼓動が一層強く伝わってきた。ドクドクと早いけれど心地よい振動だ。セナってさ、猫っぽいよね。猫猫って猫ってこと。あの、猫は猫だけど、猫は猫のパターンもあるじゃんね。そういう猫なのか。どういう、猫？は？いきなり何？まあ、動物の猫かな？ちょっとごめん、お風呂入ってきた。ちょ、ごめんね。ちょっと、お風呂ね、入れたの忘れとった。ごめんね、今から撮るわ、ちょっと。誰にも囚われない。誰かの意見に左右されない？自由気ままな感じ。俺、好きなんだ。まあ何にもとね、ちょっとあれ、なんか滑舌がおかしくなっちゃったな。まああれだな、空っぽっていうよりかは、まあ何にも縛られてない、まあこの主人公が好きなんだと。この好きなんだは、もしかしたらそう、好きなんだを言いたいけど、ちょっと濁した好きなんだじゃないかと僕は予想します。そんな大層なものじゃないよ、空っぽとか真っ白だし。
俺にとっては特別なんだよ。さあ今日これ来るのかな、ちょっとわかんないね。どういうあれになるんだろうこの後。だって空っぽなら何かで埋めたらいいし、真っ白っていうのはどんな色にも染まれるってことでしょ。だから今日が僕がセナの心を染めてあげるよみたいなことを言うかもしれない。ごめんなさい。え、前に似たようなことを言われた記憶があるけれど思い出せない。前にもなんか言われたことあったっけ。やべえ、俺も思い出せない。あったっけ、わかんねえな。これなんかあんのかな、あったっけ、なんかわかんねえな。セナ、ごめん、なんでもない。何色にでもって言ったけど、今日が染まることになっ、今日が染めることになったら、どんな色に染、ぬ、どんな色を塗りたいの？なんだろう、ピンクとか言うのかな。難しいけど、そうだな。青かな。僕の一番好きな色。おー！やっぱ自分の好きな色で塗るタイプだね。青か。いいかもしれないね。あれ？あれは、え？待って。え？この、え？この表情って今まであったっけ？なんか新しい表情が増えた気がするけど、気のせいか。おー！喜んだ。そう？嬉しいな。いや、本当にな。前回良かったな。元の今日に戻って。ちょ、俺嬉しいよ。嬉しそうに笑う今日の声を聞いていると、また本が光り出した。あ、光を放った。お！また光った。ページ増えてるかも。これで、なんか、どうするこれ。あ、でもそうか。今日の心は映されないんだっけ。立ち上がった今日の腕の中から自動的に離れ、一緒に本を見る。また1ページが追加されていた。1ページも？結構追加されたね。さあ、どんなこと書いてあるんだろうな。これで、まあでも今日のがあれだから、まあこれはセナの気持ちと今あった出来事みたいな感じなのかな。でもさ、やっぱ埋まってるってことは、やっぱこう、夢を叶えるだから、今日の夢を叶えてるってことなんかな、これは。今度はなぜか、青色のインクで囲まれている。お！やっぱそういうことだって。だから今日が染めたんだよ。主人公セナの心を、青色で、うわっ、ちょ、ほら、やっぱそういうことだ。だから本とな、セナの心はやっぱ一緒なんだよ。だからこれをセナをいっぱいにしたら本もいっぱいになるし、そしたらこの世界からも出れるっていうことよ。だから告白しよう。今日告白行こうよ。俺が好きだって言ったからかな。好きだ。あ、青か。どうだろうね。まあでも多分そういうことだろうな。まあいいや。いいのか。それよりさ、ずっとここにいても仕方ないし、まだ見てない場所に行ってみたい。うわ、医務室、行ってみる。保健室行ってみようか。そうだね、行ってみようか。保健室行こう。今日の提案に賛成し、図書館から出ていく。とりあえず一番近い体育館でいい？体育館。体育館ってことは体育館倉庫とかであんじゃねえの？閉じ込められたりとかして。返事をして二人で体育館に向かう。いつの間にか繋がれていた手については特に気にせず歩みを進める。お！気にせずだってよ。あー、広告がここで来る。ほんとね、しょうもない話なんだけど、昨日見た BL がね、体育館倉庫でね、するやつ見たんだよね。はい、じゃあ続きやってみましょう。さすがに誰もいないか、ちょっと期待したんだけど、まあね、この世界にあれ、てかセラ何やってんの今。一番怖いじゃん、あいつどうすんだよ最後、包丁持ってきたらよ。なあ、あったよね、なんか包丁ところをなんかあれしてみたいなシーン。そうみたいだね。まあ3人とピエロ以外はいないってことか、この世界には。
あのピエロは本当に俺たち3人だけを連れてきたようだ。今日の言う通り、人っ子一人も見つからない。でもなんかちょっと古い感じの体感だね。なんかちょっと年季の入ったっていうか。なあ、いい、懐かしいな。なんか、この地面に書いてあるやつ。まあいいや。また光が、本が光り、ちょっと見て回ってみよう。うわ！どうした？なんか、セラか？今日、うわ！セラかついにここで登場か？突然視界が消えた。キョンに驚いたのも、つかの間、引っ張られるように倒れ込む。え？そういえば、手繋いだの、出たの忘れてた。ああ、今日が倒れたから一緒に倒れちゃったってことか。手繋いでたから引っ張られて。いっちゃー。ごめん、セナ、大丈夫？目を開くと目の前には、あまりにも近すぎる今日の顔があった！やっぱキスここであるんじゃないか。あの、もう、キス、もうやっちゃえ！もうやっちゃえ！チュー言っちゃえ！もう！さりげなく。どうやら転んだ拍子に押し倒したような形になってしまったよ。いけ今日！今がチャンスだぞ！今が今日一番のチャンスだぞ！もうこれ以上のチャンスはない！言っちゃえ！今がチャンスだ。今はもうセナは何も抵抗できないからな。今日真っ赤な顔をして固まった今日を見上げて問いかける。やっぱちょっと照れちゃうな、こういうシーンは多分。これは、その、慌ててね、今がチャンスだぞ、今日。今がチャンスだぞ。俺はお前の頭に直接語りかけてくからな。今しなきゃ多分できないぞ。今が一番のチャンスだ。行っちゃえ、今日。ん？押し倒されたまま、視線だけを動かして、何か起きたのかを、確認する。いやー、しないパターンがこれ。目の前にボールが転がっているのを、が映る。どうやら今日はこれつまずいてしまったようだ。あー。なに、この世界ね、片付けされてないってこと誰もいねえのに。今日、怪我してない？優しい。え、してないよ？そう。よかった。やっぱこの表情、やっぱ新しく出てきたよね。前までこんなのあった？俺がちゃんと見てなかっただけかな。なんかちょっと新鮮な感じするんだけどね。やっぱこういう風にやっぱね、なんか数をこなして、やっぱ表情がちょっと豊かになってもう、多岐豊かになってる気がするんだよね。本当に。だから、あ、なんだ？怪我以外は。ちょっと顔赤くなってんな。まあでもこれはキスはできなかったパターンだな、多分。え？何？まあそうか、セナはわかんねえから。あれだもんな。なんでもない！それより、ごめんね。すごく、すぐどこから。今日が離れていく。なんだか、すごく寂しそうな顔をしている。まあそうだろうな。今日も多分今はチャンスだなって思ったんだけど、自分の中の理性である天使がやめろって言ったんだろうな。どうしたんだろう。今がチャンスだったのにな。いやー。でもうすうす気づいてそうだけどな、主人公セナも。まったく、誰もいないくせにボール片付け忘れとか。おかしな話だよね。まあ、ピエロが遊んだかもしんねえしな。そうだね。とりあえず、これ返してくるよ。いや、これな、ワンチャン体育、来たー一緒に行くに決まってんじゃん。俺も一緒に行くよ。当たり前だろ、これ。もしかしたら閉じ込められる展開もあるかもしんねえからよ。閉じ込められたらもう、それよ。自主的に動くなんて、自分でも驚いたけど、もしかしたら、倉庫に何かあるかもしれない。だよな！俺も思ってる！何かあるんじゃねえかと。そう。じゃあ、一緒に行こっか。ここチャンスだな。頼むから、閉じ込められてくれ！頼むから、閉じ込められてくれ！閉じ込められてくれ！頼む。二人に並んで歩き、少し離れた位置にある倉庫へ向かう。頼む！
閉じ込められろ。うっしょっと。マジで閉じ込められねえかな。で、開かない開かないみたいな。我が校はそれなりに歴史のある学校で、様々な場所が古い作りをしている。お！この倉庫もいい加減、建て付けが悪いです。お！開けづらい！これはさ、開けて、入って、なんかのあれで閉まって、建て付け悪くて開かない固定感あると思います。今日が最大限の力を込めて、扉を開ける。あると思うんだけどな、これ。ふぅ、やっと開いた。入ろう、セナ。ぽくりとうなずいて中に入る。なんとか臭い倉庫の中は、やけに暗く、なんだか眠気がこび上げてくるようになった。眠気？ここで寝て、閉じ込められてて、するパターンあると思うわ。ちょ、頼む、会ってほしい。俺はそういうのを会ってほしいと俺は思っていて。いくら古いからって、掃除サボりすぎだろ。まあ、誰もいない世界だからな。まあ、されてなくてもあれだけど。まあでもな、こういうなんかいいよな。倉庫のこういう匂いとかってちょっとさ、ワクワクするの。なんか、探検見てるよ。こういう暗くて。なんか好きなんだよな、こういう倉庫とか。でもな、こういう倉庫とか掃除当番になった時さ、学校の、サボるんだよね。先生とか人目が来ないところだと、だから友達と喋ったりずっと遊んどるわ。15分間。やっぱそうなるよな。今日が覗き込む中、俺は一枚の引かれたマットを見つめて、ふとあることを思いつく。お、寝るのか。このマットの上なら、そこそこ眠れそうだ。おー。今、リーチかかったな、これ。ダブルリーチだぞ。ま、寝るということと、もう一つ薄暗いということで、もうダブルリーチだ、今。ボールを返しに行く今日をよそに、マットの方へ歩いて行き、その上に横になる。少しだけ湿ってるけど。そこまで気にならないな。まあ、ちょっと汚いんだよな。でも汚いけどなんかちょっといいんだよな。ふぅ。大きなあくびを出して、瞳を閉じる。おっと？今日、今がチャンス。これ、寝てるうちにチューしろ。最低でも。よし、これでいいかな。セナー！ボール縛り終わったから、もう出ようって。あれ？セナ？セナーって、何寝てんの？さあ、ここから、どうなるでしょう？楽しみタイム。なんとか臭い古い、マットの上で寝る俺に、今日が驚いている声がする。あ、タヌキ寝りなんか。こんなところで寝ちゃダメだよ。なんかちょっと寂しそうだな。体を揺さぶられるが、スースーと寝息を立てて、本当に眠っているふりをする。ふりなんだ。え？眠かったもんで寝たじゃん。寝たふりをしてるんだ。セナー。強い眠気があるわけではないけど、少し疲れてしまった。軽く、瞳を開ける、あ、なんとか瞳を開ける気にはなれない。あー、まあ、たまにあるような目つぶってたいみたいな、そういうことね。まあ、小休憩を取りたかったわけだ。でもな、これ、意識あるうちキスされたらどうなんだろうね。ちょっと気になるな。やってほしいな。セナ？本当に寝てんの？セナ？セナさん？なんか自分の名前するとなんか自分の名前呼ぶときちょっとなんか嫌だな。どれだけ名前呼ばれても目を開けない。俺を見て、今日が深く息を吐いた。セナ。声が近い。しゃがみ込んだのだろうか。この瞬間にドアがガーンって閉じ込められてほしいな。いや、これ。今
馬が、あ、でも、そうか、しゃがみ込んだだから、そのままする可能性もあるから、キス。そんなことを考えていると、生暖かい息が鼻をかすめた。それと同時に、唇に柔らかな感覚が伝わってくる？うわキスか。触れるだけでの、その感触が、なんとなく気になって、瞳を開ける。これはちょっと、やばいな。目の前に今日の顔があるんじゃない？目の前に顔を真っ赤に染めて、唇を指でつつく。うわぁ、指でつつくがキスになかったか。欲しかったな。指でツーツーしてたんだ、今日。そこはさ、唇で言ってやれよ。今日、今の。でもこれ今日にとってもピンチだぞ。これどう切り抜けるか、これ。言い訳は。ごめん。無防備だったから。無防備でもダメだろ、襲っちゃ。まあ。ほんと、ごめん。気持ち悪かったよね。これ、どう返されるかによるぞ。今日。これで、ね、でも。いや、別にとか言われたら。別に気にしてないよ。はぁこれだ、ちょっと待って、そのままその展開あるか、もしかして。でも、急にこんなことされて、普通は嫌だって思わない？普通って何？俺はよくわからない。それに今日がしたくてしたんでしょ？だったら気にしてない。おっと？セナ。これさ、あるんじゃないワンちゃん。痛いこととかなら怒るけど、そうじゃなかったし。確かに少し驚いたけど、嫌だとは思わなかったよ。セナらしいや。ヘラヘラと笑って、今日は目尻を拭いて、正座をした。なんとか待った姿で、まっすぐ俺を見て、口を開く。ここで、なんていうかだな。あ、なんだ？次の選択で、ダイヤモンドチョイスを選ぶと、ちょっと過激なプレイが見れます？おっと？セナ、触ってもいい？待って、皆さん、もしちょっとね、その過激などが過激すぎたら、ね、画面真っ暗にしてあれするんで、僕のね、か、テンションだけでさせてください。いいよ。今日の言う触れたいの意味が分かったわけじゃない。だけど、断る理由もなかったし、確かに今日も知りたいという気持ちもあった。なんか急になんか変わってないか、ゲーム。今までちょっとこじらせてて、急に今日が攻めるようになってきたぞ。どうしたんだ。すると今日が目を丸くして、一瞬だけ肩を揺らして近づいてくる。セナ。両手で頬を包まれ、柔らかな、滑らかな指の腹で撫でられてる。キスするのか。セナ、もう一回していい？やばい、ドキドキしてきた。くじ付けのことだろうか。断る理由もないので、こくりとうなずく。ちょ、ごめんなさい。ありがとう。ちゅ。ちょ、これ、ごめん、さ、これ読まなくてもいいよな。読むか。ちむ、ちゅ。
はい、すいません。これ読みません。音だと思って、皆さん聞いてく、見て、読んでください、自分で。なんか、俺が言うとなんか、ちょっと気持ち悪くなっちゃうから。な、ほんと。で、もしあれだったら、過激なところはちょっと暗くするんで、僕のね、リアクションだけでちょっと楽しんでください。愚かに、ん？確かに、ん？開いた部分から、肉厚な舌が入ってくるディープキース、まさかのディープキス。ちょっと待って。ちょっと待って。なんか、ことが進みすぎとる。ちょっとストップだって。今日攻めるのはいいけど、ちょっと行き過ぎ、さ、キスまで止めとけよ。なんで、ベロを入れた。ちょっと待ってくれ。なあ、もうするじゃん。ねえ。おい、もう、チュルって、もう。お前、もうするじゃん。なあ、ちょっと待って。ちょっと待って。なんか、ことが進みすぎてて、ちょっと、頭が追いつかんて。歯の一本一本それが俺と俺の下に絡んできて、お互いの唾液を混ぜ合わせていく。思わず拍手しちゃった。飲み下しきれなかった唾液が、口の端から垂れていくと、そこで、なんとかく解放される。結構激しいキスをしてるんだな。うん。ちょ、待ってよ。過激なプレイってこれだよね。こっから先ないよな、さすがに。大丈夫？セナ。うん。ちょっと、やばい。ちょ、俺前ドキドキしてきたよ。なんだこれ。なあ、ちょっと待ってくれ、俺。やべ、俺もドキドキしてきたぞ。よかった。ねえ、せな、やばい。俺自分の名前にしてるから余計ドキドキする。なあ、これみんなもちょっと、なあ、やってみてください。これもしよかったらね。何？ちょ、自分の名前でみんなもちょっとやってみてほしいよ、これ。もっと触っていい？え？いいけど。おい、断らない。あ、待って、触っていいって何を。ありがとう。じゃあ、触るね。何を触るんだ、これ。うなずいて、今日が俺の制服を丁寧に脱がしていく。おっぱじめるのか、これ。やっぱ、綺麗だね、セナ。やばい、なんか今日の動画の俺はちょっと気持ち悪い俺になっちゃうかもしれない。ちょっとそこだけ皆さん先に謝っとくわ。いや、僕ね、ほんと毎日ね、BL 読んどるぐらいね、こういう展開好きなんよな。でもこういうちょっとエチチなね、展開だったら、それはもうね、大興奮なわけよ。言いながら、あらわになった肌を撫でて、今日はうっとりと目を細めた。こっちもいい。ズボンの上から撫でられ、問いかけた。少し驚いたけど、相手に恐怖心というものは現れず、気がついた時にはすでにうなずいていた。ああ、じゃあ触るね。うわあ、なんかちょっと変わったぞ。うん。ちょっとなんかちょっとエロいよ。ちょっとこのちょっと脱がされた感じが。ねえ、ちょっと、作者さんはこれ、ちょっと、ねえ、ちょっと、ちょっと、やばいな。なにやだから、手がズボンの中入れられ、直に、ちょっと、こっから、ちょっと、あ、消します。多分、編集で僕がこっから消します。僕のリアクションだけ楽しんで、もし見たい人は、このゲームを実際にプレイしてみてください。はい。ちょっと、僕は、見ます。
まあ今の現状を言うと、触られてます。何か大事なものが触られてるということだけ、直に触られてるっていうことだけ、ちょっと皆さん頭に入れといてください。想像してください。あと僕のリアクションで。おー、すごいな。もうこれ次回どうなるんだ、おい。次回どうなるの、これ。ここまだもう一度あってるね。今日のストーリー。かわいいだ、だって。あ、まあ、大丈夫だ、これ読むか。耳元で囁かれ、余計と恥ずかしさが増した。今日は俺の、まあ、触りつつ、まあ、立ったらしいわ。立って、それを、まあ、お互いの、それを、合体したらしいわ。どう？いや、どうせなら、一緒に気持ちよくなりたいからさ。素晴らしい。俺はこのゲームをやっててよかったと思ってる、今。ただこれをな、YouTube に載せれないのがちょっと残念ではある。ぐちゅぐちゅといやらしい水音が静かな倉庫の中へと響く、だってよ。水の音だから。もしかしたらね、これ滝の音かもしんない。ほら、もう背中かわいいね、だって。で、またチューされたよ、みんな。ちょっと待ってよ、おい。ちょっと待ってくれ、おい。俺がすごいドキドキしちゃってるって。ねえ、ちょっと。ちょっと、今日、ちょっと攻めすぎだって。なあ、今日。ねえ、捨てな気持ちいい。ちょっとこれはちょっとな、ニヤニヤ止まんない。あ、セナ気持ちいい、答えてセナって今言ってます。気持ちいい。もうすごいな、すっごい感じてるわ。何がとは言わないけど。あ、待って、セナ、木だよ、だって。え、何？あ、うわー、セナが大事なところを聞きそびれた。お前今絶対好きだって言ったって。ささやかれた言葉がうまく聞き取れず、問いかけた時だった。あ、言ったな。一緒に行ったよ。なあ、エロい。ああ、神ゲーだ、このゲーム。やっぱいいね、 BL いいね、最高だよ。ちょっと待って、ね、なんかちょっとさ、ちょっとなんかキャラが変わったよな、急に。なあ、主人公もなんかちょっとすごいよ。まあ、ここから見せていいか。多分編集中の僕は多分ここから見せてると思います。
どこ、あ、ここはまだダメかもしんない。もうちょっと、もうちょっと待とう。もうちょっと待ってくれ、みんな。あ、終わった、終わった、終わった。はい、はい、ここからです。セナ、大丈夫？なんとか。確認され、肩で息をしながら考えると、今日はどこか申し訳なさそうな顔をして、丁寧に後処理をしていた。今日？丁寧に着せ直してくれた制服に触れながら、自分の制服を整える今日の名前を呼ぶ。何？いや、静かだからどうしたのかなって思って。まあ、特有の賢者タイムっちゅうやつじゃねえか、これは。だって、さっきのことを幻滅したでしょ。その割にはすごい激しくしとったけどな、二人とも。幻滅？そんなことない、驚いただけ。そんなことないって、もう俺はもう言っちゃうわ。そんなことないよ。いや、あるでしょ。だってこんな友達とすることじゃないし。そうなの？おい、それは言っちゃいかん。そういうこと言っちゃうと今日が勘違いしちゃう。え、セナが他の人とでもそんなことするの？みたいな。今日だけだよって言わなきゃ。友達を言えるほどの仲のいい人間が、今日しかいなかったため、そういったことがよく、まあそうか、それならばしょうがないか。うん。まあ今日だから特別だよって言っとけよ。悪く言えば、俺、セナのせいを、避け口にしたんだよ。まあ、うん。悪く言えばの話でしょ。俺はそうは思っていない。それはセナが何でもどうでもいいで片付けられちゃうからだよ。だから、いやでも今のを見る感じあれだと思うけどな。確かにそうかもしれないけど、今回はどうでもいいなんて思ってなかったよ。驚いたけど、どうして今日はああいったことがしたかったのかなって気になったよ。気になったよ、だって一番嬉しい言葉じゃん。初めて今日のことが知りたいって思ったよ。俺成長した、セナ。そうだよね。うん、今の顔といい、ここまでしといて何も言わないとか俺らしくなかった。ちゃんと話すから聞いてくれる？セナ、来たー、みんなお待ちかねの多分告白タイム。うん、答えて深く深呼吸をする。今日をまっすぐ見つめていた。なんて言うんだろう、俺ずっとセナが好きだったんだ。言った、ついに。え、さあこれどう返す、セナは。あー、広告、ここで、もう、あー、次回へ続く。待って、だとしてもさ、今日と友達以上の関係になっちゃった。 Bye.